さん、お休み中はうんと遊んで、うんと勉強して、丈夫ないい子になってください。9月にまたお会いしましょう。さようなら。石川先生、厳島へキャンプに行きませんか？ダメなんです、広島へ帰るんですから。あら、石川先生広島だったの？ええ、いいなあ、帰るうちのある人は。僕なんかこの島に生まれたもんじゃけ、どっこへも帰られない。でしたく行ってらっしゃるわ。こんないいところに生まれちゃってねえ。こんにちは。ただいま。あ、おかえり。ただいま。早かったんじゃね。手伝いますわ。ええよ。あんた、明日の支度があるじゃろうけ。いいえ、何もありゃしません。このまま行ってくるつもりですけ。タカちゃん、船は朝の便にするかい、昼のにするかい。朝のにしますわ。そりゃ朝がええじゃろ。日のあるうちに広島へ着けんの。それじゃあ、浜へ行く便があるし、切符は頼んどく。すいません。こいつ、飯箱屋に何してるんじゃ。ほら、船乗っちゃいけんぞ、危ないけ。ほら、行け。しょうがないやつじゃ。ほいじゃ、行ってくる。何年ぶりになるかの、タカちゃんが広島へ行くのは。あれから一度帰ったきりで。何ぶりですわ。早いもんじゃの。もうそんなになるかの。昔のことは思い出すまいと思うても、やっぱりこの頃になると思い出すもんじゃの。私はもう忘れてしまいましたわ。ほんまにの。タカちゃんは昔と変わらんようになりんさった。よう元気になって使わさったな。おじさんやおばさんのおかげですわ。自分のうちのように訳していただいて。広島行ったらどこへ泊まりにさる？幼稚園で一緒に働いとった森川さんのうちへ泊めていただきますわ。かかちゃん、お父さんにお母さんにみんなのお墓はここにあるんじゃ。ここがもうあんたの国じゃけんの。広島行ったら、早う帰ってきんさいよ、な。そうします。石川先生、どこへ行きんさるんかの。夏休みじゃけ、うち移民されるんじゃな。ええ、石川先生、先生のうちはどの辺ですかいの。元の県庁の付近です。うちんでたんまりおっぱいを飲んで戻りんさい。広
広島です。1945年8月6日この町の上空に原子爆弾が投下されました。あの日と同じように美しく流れています。美しい広島の空は今日もあの日と同じように美しく広がっています。あの日の広島の子供たちはふくふくと伸びてこんなに大きくなりました。あの日の焼けただれた土の上には家が建ち、草が生え、再び町が生まれました。どうなる？役場中の顔不可解だけ、はよ、すぐ行ってまいります。気ぃつけて行けんさいよ。警報の間、横着線と大島行けんさいよ。あんたこそ横着線ようにね。行ってまいります。中国軍艦駆逐令部発表。広島県警戒警報解除。午前8時、中国軍艦駆逐令部発表。広島県。
この銀行の石段に腰掛けて物思いに沈んでいた名も知れぬ人は強烈な放射線に焼き付けられて未だにここで考えています。哀れな方はいいおめんよ。哀れな方はいいどうぞおめんよ。どうぞおめんよ。どうぞおめんよ。でしょ高子よ。ああ、お嬢さん。岩さん。話して使えない。どうしたん、岩さん。怖いな、ざまでお嬢さんのお目にかかれた。話して使えない。こらえて使えない。岩さん。働けんもんですけ、恥に忍んで怖いなことをしております。少しも見えんの？薄ぼんやりは見えますけ。お家はあるん？ええ、うちっちゅうようなもんじゃありませんけど、あることはありますけ。今晩私を泊めてくれてない？めっそうな。お嬢さんなどの泊まられるような家じゃないんですけど。そんなことないわ。久しぶりにリアさんと話がしてみたいの。さ、行きましょう。お嬢さん、頼みますけん、それだけはこらえて使わせない。さ、行きましょう。あれですけど、岩さん、どうしんさった遅いの？ちょっとお客さんがあっての。あんまり遅いけ、飯は炊いといたけの。すまんの。止まって使わせ、火をつけます。
お嬢さん入ってください。狭いところですが辛抱してください。上がらせてもらうわ。汚いところですけど、聞いてください。こういうところですけど、皆さん一人ならこれで十分よ。お嬢さん、粗末なもんですがご飯食べてもらえますかの。いただくわ。私がしてあげましょう。そうもない、わしはもう慣れておりますけど、まあそこに座っとってください。おかず持ってきた。すいません。おいでなさい。お客さん誰かい。わしが働いてきた石川さんとのお嬢さんです。お嬢さんかい。ごめんなさい。いい人じゃねえ。くず拾いの母さんですがね、よう面倒見てくれます。そりゃいいね。お嬢さんが島の旦那さんのところへ行かれましたが、風の頼りに聞いておりましたがの、皆さんお達者ですかの。おじさんたちみんなお元気よ。さんとこの工事さん、どうなさってたの？ありゃ、南方から船になって戻りました。お嫁さんは？ありゃ、ピカの日に死にました。嫁さんには赤ちゃんがあったんでしょ？赤ちゃんは生きてらっしゃる。そう、生きてらっしゃる。よかったね。もう7つね。どこにいらっしゃる？工事収容所におります。どうして？わしが怖いな暮らししておりまして、これじゃ孫の肩身も背負うなりますけれど、ハローと暮らすこともできやしません。収容所の先生に頼んで特別の働いてもらってもらいます。お嬢さん、因果なことじゃ。わしでもこの目がつぶれなんなら、ハローと一緒に暮らせますのにの。ピカがなけりゃ、こがいなことになりゃしませんのにの。僕のお母さんは、火山の日に死んだ。お父さんは戦争で死んだ。僕はおじいさんと二人になった。おじいさんは、ガドンで、ネクラになって、働けん。8月6日が来ると、僕は、お父さんやお母さんの墓へ行く。ここにいる子供たちのほとんどが、戦災で孤児になったものばかりです。一度に20何万の人間が死んでしまったんですからね。広島には、変に孤児が増えたわけです。昭和23年度の統計では、あれだけ戦災を受けた東京や大阪よりも、この広島の方が多かったんです。あ、太郎君はあの子ですよ。
今石を運んでいる一番小さい子です。児童福祉法によって政府から出ている経営費とそれに共同募金とでやっているんですが、今の状態では1人当たり1日46円ぐらいの食費しか出してもらえないんです。主食に30円かかりますから、ギリギリの生活です。あそこを全部耕して子供たちの手で畑作りをしようと思ってああしてやらしているんですが、半分余りの土地では実際は何の足しにもならないんです。でも子供たちは元気ですよ。子供たちと一緒に何か事業を始めようと計画中なんです。今広島にどのくらいの孤児がいるんでしょう。さあ、あの当時から見ると原子病で死んだりよその家に引き取られたりして少なくなってはいますが、広島で分かっているのは500、600人ぐらいでしょうか。こういう社会施設が広島には6カ所あります。しかし収容所にいない孤児もいるんですから、正確な調査をすれば相当いるでしょうね。で大きな子はもう親のないことを割り切っているんですが、小さいのは可哀想な時あります。元気でやったよ。そうですかい。元気でやっておりましたかい。ねえ、岩吉さん。ええ。太郎さんを私の姉妹連れてっちゃいけん。おじさんたち、きっと面倒見てくださると思うわ。私だって責任を負います。ねえ、捜査して。お嬢さん。そればっかりはこらえてください。ハローを一人取られちゃわしの生きがいはないようになりますけれども。でもね、岩吉さん、ハローさんのためにはその方がええと思うのよ。よう分かっています。ご親切はよう分かりますがね、手にも血にもわしの身寄りはハローだけですけれども、あれと別れちゃわしゃも生きちゃおれまへん。いつか一緒に暮らせる時もあるじゃろう思って、そればかりを頼りにわしゃ生きとるんですけれど。そんならね、岩木さんも一緒に島へ来ればええじゃないの。ねえ、そうね、何を言われますかいの。ねえ、そうしんさい。そがいなことができますかい。できやしまへん。岩木さん、岩さん、待って、岩さん。冷たいうちに食べんさい。
でも言うようじゃけど、ほんまによ来てくれちゃったね。あんたんとこへ泊めてもらうには泊まるところがあるってね、だけ。食べさ。さんがかわいそうじゃけ、ほんまにね。長いことうちで働いてくれちゃったんじゃけ、他人のような気がせんけね。あんな暮らしをしとってんじゃ、なんとかしてあげたいと思うとるんよ。おかえりなさい。ただいま。お邪魔しております。幼稚園で一緒に働いとった石川さんよ。ああ、よう来てつかはったな。ゆっくりしてつかはった。お風呂差しに入りなさい。ちょっと失礼しますけど。あんた、ご飯まだでしょ。腹ペコだ。私たちはもういただいたんよ。デッキは安いし、何気もんだ。家言ったら多少ぼやいしたとこね。だから私が助産婦しとるよ。旦那様、どこへ勤めてらっしゃる？の衛生課、小屋組の監督なの。威張ってるんよ。広島の街をあれが掃除しとるんだって。あんた、おやすない？ちょっと失礼するね。旦那様のお給仕をするけ。どうぞごゆっくり。悲しいな。前はあれですけど。でもいいね。盆踊りには懐かしい情緒があるけどね。広島に情緒なんかありゃせんよ。そんなものは吹っ飛んだけど。ね。今晩特別サービスよ。いらいら。ちょっと出かけるんじゃけ。帰ってる。またヘボ将棋？ヘボとは引き捨てならんねん。今度生まれたのやろうかよ。五人目だからな。待ってるらしい。ほんまにくださるかしら。子供もらうんよ。こいつがダメなんです。でもまだわからんのでしょ。いや、もう決まってんですよ。医学的にちゃんと証明されてるんだから。原爆で子供が産めるようになったり。その相談で暗い人と言ってくれる。もらうなら早い方がいいだろう。そうね。じゃあ早い行ってくんと。お茶お茶。あ、善は急げ。うん。じゃあちょっと、ごゆっくり。子供ができんこと、いつ分かった？2年前よ。一時は悲観したんじゃけど、でも物は考えようじゃけんね。あの日に死んだ人のことを思ったら、生きてるだけまだ幸せの方よ。そうでしょ？そうね。そう思うには仕方がないね。私のような例は前なんだもん。運が悪いのよ。幼稚園の子供は3人生き残ったと知らせてくれたでしょ。うん。
今度出てきたのはその子たちに会いたいと思ったんよ。そこら知っとる？ええ、知っとるよ。みんな元気らしいよ。あ、写真があるよ。うん、そこで焼け残ったんよ。毎日一緒に遊んでたんだけ、忘れよう思っても忘れられやすいし。思い出すね、あの頃。本当に忘れられんね。子供たちのところを回ってみるけんね。みんなきっと喜ぶわ。私も一緒に行きたいんだけど仕事があるけん。よろしくね。最初に三平ちゃんのところ行ってみようかしら。何年忙しいのに。外で足乗りよ。どうかい。行け、医者じゃ。どうしたんかね。早く探いけんげな。お父ちゃん、お父ちゃん。早く来た。
にゃ。水。早く。水を。病気はいつ出るんやら分からんでな。やっぱり言うてんかいな。気の毒にの。気の毒にの。お前さん。お前さん。お父ちゃん。覚えとる？先生よ。うん、覚えとる。どなたですかい？探偵さんが幼稚園の時の先生をしておりましたもんですけ。うちの人が生き返りますか。死んだ者はどうにもならんぜ。お前さん、なぜ死んだんじゃ。なぜ死んでしもたんかいの。Thank you.
ちらに山西敏子さんがいらっしゃるとお聞きしましたのでお伺いいたしました。私以前に幼稚園で知ってたもんですから。それはようこそ。いいところへ来てくださいました。どうぞ会ってやってくださいませ。あの子はもういつ死ぬかわからないのです。原爆症というのでしょうか。急に悪くなりましてね。本当にいいところに来てくださいました。どうぞ。覚えとってくれちゃったね。はじめ大変と思いましたけど、でもすぐに先生だと分かりました。ずっと前からここにいる？はい、もう6年になりますけど、ここの学士さんがあの日私を拾ってくれちゃったんです。それからずっとここにあるんです。お父さんやお母さんはみんな死んじゃったの。金谷先生、お父さんやお母さんのためにお祈りしようと思ってここへ置いてもらうことにしたの。でも今では原爆で死んだたくさんの人たちのためにお祈りしています。こうして寝ていて毎日お祈りしています。いつまで平和が続きますよう神様にお願いしています。いいことしてらっしゃるわ。偉いね。ねえ先生、戦争が悪いことはうちが知っとるような気がする。戦争は惨めです。先生、歌歌って。どんな歌？先生がいつもお昼の時間に歌ってくれちゃったでしょ。あの赤いお船の歌。ああ、よう覚えとるね。もう一度あれが聞きたいんです。じゃあ歌いましょうね。ですよね。一度いらっしゃい。とてもいいところよ。
朝は東の海から上がって島の上をまっすぐに通って西の海に沈んでいくんよ。行きたいけど、でももう行けないかもしれません。死ぬかもしれないですね。それでも今、お父さんやお母さんのいらっしゃるところ行けるんですか？会えば嬉しいけど、会ってみればたまらんことばっかりね。原爆の悲劇は時間が経てば経つほど広がるんね。本当に恐ろしいね。もう一度どっかでこれが使われるようなことがあると思っただけでもゾッとするわ。私のここにもガラスのかけらが入ってるね。触るとコリコリ音がするの。でもね、これだけはいつまでも残してきたいの。8月6日は忘れんようにね。あ、先生、早く来てください。マリマスケ。はいはい、マットさんよ。大杉で頼みますけ。自転車出しますけど。じゃあちょっと行ってくるけど、子供がおめえのじゃけ、せめて人のお手伝いでもせんにゃね。先生、はよ。今すぐ、おとなるけ、さっき休んどいてね。行ってらっしゃい。さんよ。平太さんいるでしょ。マスターの平太ちゃん。ああ、いるよ。平太、平太、なんじゃ。覚えとる？なんじゃ、先生か。元気
ってええね。うん、今ね、お家へ行ったんよ。留守でやったの。うん、姉ちゃん、髪に行っとおけ。嫁入りするんじゃけ。嫁入りするんじゃけ。待っとね、こいつら。先生、行って行こうか。行きましょう。じゃあ、持っとるけ、待っててな。危ないよ、平茶だよ。急なったな。ケイタちゃんも急なったよ。うん、僕12になった。あれが僕の家だよ。ただいま。ちょっと今まで一まで模様出ていけんけ。姉ちゃん先生と一緒に帰ったよ。幼稚園の先生だよ。ここにいるよ。ごめんください。ああ、先生でした。ようこそ。はしばらくでした。しばらくでした。生徒さんの顔が見たくて伺いましたの。姉ちゃん今晩嫁に住んだよ。バカなことにしちゃいけんけん。おめでとうございます。ああ、バカです。どうぞ上がってください。上がんなよ。どうぞ。聞いてください。ほんまによう来てくださいました。あずももうすぐ帰りますけん。本当に泊まってってください。そんなことできませんわ。でも兄に会ってつかさ喜びますけ。兄ちゃんもうすぐ帰るよ。平太ちゃん、英子だけ角の魚屋さん行ってね。うん、刺身もらってくんだろ。行ってくるよ。先生帰っちゃいけんよ。母がないんですからね。先生の来られたのが嬉しいんです。お元気でええわ。私もっとしました。もう急なっちゃって。ただいま。兄が帰りました。お帰りなさい。何をしてるんじゃ。早よ支度せんかい。元気かどうかわざわざ訪ねてくれちゃったの。それはどう。ケイタ何どう。ありがとうございました。ああ今日はこいつの嫁入りの日でしたよ。兄さん私の家にとっちゃ終戦以来のめでたい日です。今日来てもらったというのも何かの因縁でよ。まあちょっと一緒にいようってやってつかさい。竹、風呂行ってくるよ。はい。先生もいかがですか。一緒に行きましょう。うちは風呂がないのですって、先頭ですよ。一風呂浴びてくつろいでてください。さあ、行きましょう。竹、先生も行きにさるよ。タオル出してあげて。風呂は川向こうな。
してもろたと思うとおります。ほっとしたんです。先方の田中さんが兵隊行かれる時に帰ってきたらと結婚の約束だけはできたんですが、あの日に竹雄は木の下敷きになって足を怪我しましての、かわいそうなことになってしもうた。竹雄もわしらも結婚のことは諦めてしもうとりました。田中さんが生きて帰られても結婚しちゃもらえもんと諦めてしもうとりました。よかったですね。それがの、終戦の明くる年に田中さんが復員されました。一番先に家へ訪ねてこられまして、約束通り結婚する言うてくれました。私はその時思わず手を合わせて田中さんを拝みました。その時私は生きとってよかったと思いました。世の中には何もかもいけんことばかりじゃありません。信頼できるあったかい気持ちの人もおりましてな。田中さんはその時条件を出されて、向こうを5年間待ってくれ言われました。何もかも焼けてしまった上、仕事もないんです。5年の間に竹屋を迎えることのできる生活の基礎をこしらえる言われたんです。その5年が今日やってきたんです。よかったですね。よかった、本当に良かったです。父や母も喜んでくれてると思います。最後の乾杯をしよう。おめでとう。じゃあ行こうか。長いことご厄介になり、お前こそようやってくれたな。よしおさん、お元気で。うん、姉ちゃんも元気で。せいたちゃん、兄ちゃんたちの言うことよく聞くんよ。うん、出かけようや。お幸せをお祈りします。はい、ありがとう。ちゃんのこと頼むけんね。あ、行こうか。
先生、あそこまで行ってみよう。先生と寝ましょうね。先生がもっといい話をたくさんたくさんしてあげるけんね。ねえ、岩木さん、あんたの考えが変わりやせんかと思って帰る前に寄ってみたいの。太郎さんを私に任しなさい。おじさんたちはええ人だし、お子さんもたった一人なんよ。自分たちの子供のように育ててくださると思うわ。太郎さんの幸せのために思い切って捜査してよ。岩木さんさえその気なら太郎さんと一緒に行ってもええんよ。あんたも一緒に行きましょう。お嬢さん、わしあのこの間もそのお言葉を聞いた時に家へ戻っての嬉し涙に泣きましたね。うちで長いこと働いてくれちゃったんじゃな。今になってあんたの面倒を見るのは当たり前のことじゃせえね。それでもどうもお嬢さん、太郎を連れて行くのは何としてもこらえてつかさし、それじゃあわしは言っちゃおれまね。こらえてつかさし、何としてもこればっかりこらえてつかさし、ごろとんじゃ。もう平和、あんたの気持ちだって分からんことないよ。もう平和、いらないよ。お嬢さん、今のことですよ。いいえ、私こそ無理を言って、そのうち気が向いたらお手紙ちょうだいね。いつでも迎えに来るけんね。はい。体に気をつけなさいね。お嬢さんもよ。さよなら。これからまっすぐに帰られますかの。もう一度うちの後へ寄って、明日朝の船で帰るわ。わしが小がいなことをしとったちゅうことは島の旦那さんには言うて使わさんなの。ええ、さよなら。ええ。
はさ、みんな聞いてしもうたよ。わしゃの涙こぼれてしもうた。ええお嬢さんだと。ほらの、お前さんの切ない気持ちはようわかるんじゃが、太郎ちゃんのためを思いやり、島へ連れてってもろうた方がいいと思うがの。お前が暮らしをしとったんじゃ、君ばっか、あてばっかり。太郎ちゃんと一緒に暮らせるのはいつのことやらの。わしゃ、小じきじゃ。ならお前なんじゃ、クズ屋じゃろうが。わしゃ、太郎と暮らすんじゃ。誰が何ちゅうても太郎と暮らすんじゃ。わしのこの気持ちがお前らに分かるかい。よう分かっとるんじゃ。わしにも嫁もおったし、孫もあったんじゃ。そんなら、そんならもう言うな。あんたこの先どんだけ生きるつもりじゃ。ピカでやられて体もひどい弱っとるじゃろう。いつ死ぬことやらわからんのじゃろう。太郎ちゃんと暮らずにしても何ぼ暮らされへん気も考えてみんじゃ。よう考えてみんじゃ。人間いつまでも生きられてんけの。なんぼでも生きるんじゃ。子飼いな姿、この顔を世間の人に見てもらわんやろ。ああ、よう分かるんじゃがの、岩田。わしら、どうせもそう、なんぼは生きられんのじゃけ。お父さん、お母さん、また来ます。しましたけ、太郎ちゃんを連れてきつかんだ。まあ、そう。わしゃ太郎ちゃんを連れて言いますけ、はよ小屋へ戻ってつかんだ。よう決心してくれちゃったね。もう何よりよい、よろしくお頼みします。岩さん、戻ったで。太郎ちゃん、早入れんで。じいちゃん、ようか。うん、ちょっと話があるんじゃ。まあ、おじいちゃんがの、昔働いとったおうちのお嬢さんじゃ。こんにちはせ。こんにちは。お嬢さんのおうちゃんの、瀬戸内海のの、きれいな島にあるんじゃ。とてもええとこじゃ。どうじゃ太郎、お嬢さんのうちに行かんかい。一緒に行きましょうね。おじいちゃんも一緒に行かん。おじいちゃんは後から行って、太郎だけ先に行ってくれ。太郎ちゃん、そうしましょう。お姉ちゃんとお船に乗って行きましょうね。そうせ。おじいちゃんも死んでなきゃじゃ。わしもすぐ後から行くんじゃけ。嘘だ、それじゃいかんよ。じいちゃんの指示なきゃいかんよ。太郎。太郎ちゃん、そんなにおじいちゃんも後から行けんたるんやけ。先行っとりんせ。嘘だ、嘘だ。太郎。太郎。
声だろう。なあ、言うこと聞いてくれよ。お嬢さんと一緒に行ってくれ。やだやだ。太郎、言うこと聞かんか。行く、行かんのか。どうしようんじゃ。太郎、どうするんじゃ。おじいちゃん、どうなるんで、どうなんで、おじいちゃんと一緒にいる。よしよし、もう泣くな。どこへもやりませんけ、どこへもやりませんけ。今晩どこへ泊まられます？友達の家に泊めてもらうよ。そりゃどこですかいの？ここの先の裁判所の真裏です。森川という家です。そいや、うまいことでしたの。ハローちゃん、さよなら。お願いしまして、すんまへんが、ちょっと手紙書いてもらえまへんかの。おじいちゃん、どうしてこんなええこと変わってくれたん？そりゃの、太郎がよう勉強するからね。やろう。僕、靴が欲しかったんだ。こんばんは、ごちそうだよ。大きい魚じゃろ。なんていう魚かな、わかりゃ。なんじゃろ。食べようか。久しぶりに太郎と一緒に飯を食うんじゃけど、こんばんはごちそうしたんじゃ。うまいか？うん。用心せんと骨が濡れさせるぞ。うん。ご飯ついでやろうか。やるぞ。みんな続け。なんぼでもくれ。ご飯はあるけど。うん。太郎は収容所では誰と寝てるんじゃ？一人で寝たる。もう寂しゅうないか。なんともない。そうか、太郎は偉いけど。おじいちゃんが死んだら太郎はどうする？いや、全然なんともない。
ったのか。うん、レッドクーター。なんじゃ、まだ履いとるのか。うん、今晩は履いてなる。太郎。うん、ちょっくらお使いに行ってくれんか。うん、どこへや。今日来たお嬢さんのとこやな。手紙持ってってくれ。明日行くよ。本番でなきゃいけんのじゃ。明日の朝はよお嬢さん市内にされてやの。道がわからんよ。道は分かっとるよ。ここ出て広い道路へ出りゃすぐ裁判所じゃ。その裏手行って森川中中級はすぐ分かる。寂しいな。頼むけ行ってくれ。この靴履いてってもいいか。手紙はこれじゃ。行ってくるよ。太郎、森川中うちだぞ。うん、言うてみ。森川。よしよし、気をつけていくんだぞ。うん、やす子さん、お前たちの太郎は言ったけど、何も変わるのね。あの、こういうやつらも俺が安心してたね。
おでんを食べなさい。まだまだあるんよ。前、はい。あのね、太郎ちゃん、絵を見ましょうね。そうそう、絵本があったよ。もうちょっと絵本を見ましょうね。おめでとう。はい、起きて。お嬢さん来てくれちゃったよ、太郎ちゃんも。岩木さん、私よ。お嬢さん、太郎のことは頼みますよ。太郎ちゃんのこと安心して、安心してね。太郎どこにいる？ここだよ、おじいちゃん。太郎、元気でのよほ言うことを聞いてのかわいがってもらうやの。おじいちゃん。お嬢さん、わしのこの体の病院に入院してってください。冬になりゃ、やけどの跡が針に刺すように痛なる。この体、みんなによう見てもろんでってください。岩田、おじいちゃん、岩田。先生よ、太郎ちゃん言ったっけな、わしゃ見送ろうと思った。別れがつらいけど、なんだか元気がなさそうね。無理もないって。太郎ちゃん、
元気で行きなさいね。うん、おじいちゃんも一緒に行くんだ。そう、いいね。おじいちゃんに海を見せてあげんさいね。うん、乗りましょう。さよなら。さよなら太郎ちゃん。さよなら。さよなら。太郎ちゃん、さよなら。さよなら。